はしないだなんて諦めないで繰り返す日々の中で弱気な考えに怯えて不安に駆られいつも迷いながらもあなたの足でここまでやってきたそばにいるよ愛した人歩んだ道何もかも全部間違いじゃない越えていけ誰も止められない名もなき僕らの声刻み込む今は We go, we go, we go 誰かの日々と比べ自信を失いかけそうで落ち込んでいた OK、 じゃあ次の試合最後6対6全員でやりましょう。で次のゴールがこの YNFA の最後のゴールになると、長友佑都の最後のゴールになると、誰が点取るかね。 YNFA のクリニックのファイナルゴール、一緒に生き残るゴールだぞ。次のゴールいいか、誰が取るかね。どういうコンセプトでどういうパッションで点取りに行ったらいいか、最後1点だけみんなでやろういいか。ラスト1点、歴史に残るゴールだぞ。いいか、で、本社皆さん最後の1点なんで誰が取るか分かんない、近くで見てください。もう立っていただいて、近くでぜひもう最前列で見ていただいて、最後の1点1点だよ。ラスト誰が取るか分かんない。2号ゴール、2号ゴールだ。あ、誰が取る。ラスト1点僕たちは本当なんかね、未熟なんで、まだまだこのサッカー団体として。で今日もやっぱり絶対したように、あの練習終わった後もちょっと実は揉めて、あ、こんなんじゃダメだろうって、まだまだ成長させるためにないだろうこれはっていうね、本当こう一触即発の3人の雰囲気だったんですけど、これの繰り返し、毎日変化、毎日もああじゃない、こうじゃない、こうじゃない、人生コーチなんて毎日泣いてるよ本当に。あんだけいいコーチなのに、このくらい僕たち真剣にみんなと向き合ってて、みんなを成長させたいと思って、そして保護者の皆さんに喜んでほしいと思って、本当に毎日も今日も最後の最後までこう揉めまくって、最後ね、こういうことをこういうスクールが行われたんだけど最高でした。本当に最後のクリニック参加してくれてありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。